は外巻きに巻いていきます。カーデンの石原萌です。今日はこちらのカールアイロンを使って誰でも簡単にできる巻き髪ヘアスタイルをやっていきます。まず最初にアイロンの電源を入れていきます。こちらのボタンを長押しして電源がついたらこちらのシルバーの長細いボタンで温度を調節していくので、今日は180度に設定して巻いていきます。今日は2段に分けて巻いていくので、耳上1センチのところで後ろに向かって紙を分け取って、付属品のラッカーで留めて置いておきます。巻き髪は顔周りから外内外内のミックスで巻いていきます。下はを取ってアイロンに挟んで巻いていきます。ピーッと音が鳴ったら外します。次は内に巻いていきます。その次は外に巻いていきます。片方が巻き終わったら一度髪の毛をほぐして冷ましておきます。逆側も同じように外巻きから巻いていきます。次は内巻きに巻いていきます。最後も外に巻いていきます。こちらもほぐしていきます。これで下側が全部巻き終わりました。次に上の髪の毛も巻いていきます。同じようにこちらも外から巻いていきます。次は内に巻いていきます。もほぐします。逆側も同じように外巻きから巻いていきます。次は内に巻きます。外巻きに巻いていきます。最後は内巻きに巻いていきます。で、全部巻き終わりました。最後に全体をしっかりほぐします。はい、完成です。